いや無理じゃん、嘘でしょ、そんなことある？ちょっと視界が狭くなったのきついな。出てきた。よし、今ちょっとアダムがちょろっと残ってるんで、それを使って、あれ？それを使ってちょっと強化するのもありかなと思ってるんですよね。で、思ったのが、コンバットトニックのスロット1個買って強化装甲をつけるっていうのと、あとは、なんかカメラの反応が速くなってる気がするんで、なんかカメラの反応が鈍るようなやつがあったと思うんですよね。どれだっけ？これかな？警報専門家。あ、違うわ。あ、ここには売ってないのかな？じゃあいいや。コンバットトニックのスロット買って、強化装甲をつけておこう。はい。で、ちょっと前回やられてしまった、ここか。もう一回行くか。よいしょ。で、ちょっと今私のまずいな。え、まずいまずい。ちょっと待って。やべえ、やべえ、やべえ。ちょっと待って、やばい。ちょっと、いきなりこの難易度はきついな。よいしょ。ふぅ。いけ。で、確か、ここに、これがあるよね。アトラスは規制。難易度高いな。よいしょ。これ、ちょっと待って、こっち行ける？やべ、ここ行けねえ。まずいな。よいしょ、行った。オッケー。あ、よかった。っていうかね、コンパスが出てないから、ちょっと探索がしづらい。あそこにもカメラあんな。あれカメラだよね。よいしょ。ちょっとまずいんじゃないのか。ちょっと待って、落ち着け。落ち着けよ、俺。昨日深夜1時ぐらいまで仕事してたんでね、頭があんまり回ってないから、結構このまずい。ちょっと待って、このコース無理、このコース行けないわ。あれ、ちょっと待って、まずくねこれ。いや、ちょっと待って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 、こっちに行くか。あ、行けた。焦った、行けたわ、よかった。ここ開かねえ。いや、こうか。で、弾いらないんだよな、あんまり。まだカメラがあんな。こうすると、なんだ、どうなるんだ。あそこになんかいるな。私に聞く、強い。やべ、スパイダーの音がすんな。ここは、なんか騒いでるやつがいるぞ。
おお。あ、そうか、こいつ電気効かないやつか。あれ、こんな硬かったっけ。てか写真撮っていかないとダメですね。ダメージが頭打ちになってるわ。お、マシンガン、マシンガンの弾はね、ちょっと不足気味だからありがたいですね。大丈夫か。なんかね、死んでるやつと生きてるやつの区別がつかないよね。お、なんか違うか。ログ。本店員には先見の命があり、プラス2度のビジネスを成功に導いたことは認めよう。だがあの男はビジネスの本質を理解しているわけではない。あの少女たちの価値を見抜いていなかったのだからな。ちょうど試験段階の新しいプラス2度マシンの設計を見たところだ。理想通りだよ。よく聞け。方法によってはあのリトルシスターはいい金になるぜ。結局ライアンも金儲けが目的なのか。言い方悪いけどね。おお、ひどい。びっくりした。ちょっと悪いけどこれ危ないな。ちょっと待って、静電気放電やばいかも。近くにダディがいたらさ、これやばいね。ちょっと静電気放電は外した方がいいかもしれん。遺伝子バンクどっかあったっけ。は？どうやら勝負はついたようだな。何言ってんだよ。血は注入されすぎてその匂いすらわからんだろう。あの女のところに引き上げるんだな。何の話してんの。遺伝子バンクはどこだっけ。この世で作られた最大の嘘とは何だ。この辺なかったっけ。あったあったあった。フォンテイン鬱陶しいな。あいつなんとかなんないのかな。ちょっとここの静電気放電は別のものに変えよう。そうだな、一旦これに変えとくか。よし。本店マジで鬱陶しいんだけど、なんとかなんないのあいつ。クソうるせえわ。なんか高らかに勝利宣言してるけど、別にこれ勝った負けたの話なんかどうでもいいんだわ。どうしたんだいメアリー、元気ないぜ。でこっち側に行く理由としては、ダディの声を発するための装置を探してんだよね。あのうーってやつってなると、どこにあるんだ。余計なやつがいるな。ここかな。やべ、よいしょ。てかタレットに対してはあれだね、あのウィンターブラストの方がいいよね。しまったな。ちょっと待てよ。これ大丈夫かな俺。何も考えずにこの横のコース通ってきてるけど。ここ行けるか。あ、でも。いや。あ、いかんぞこれ。これ無理だ。ダメだ。もう一回もう一回。ちょっと待って、やべえな。大した難易度じゃないと思ったけど、コース取り間違えるとああなるんだな。ちょっと油断してた。縦がもう一本で、よし、これはいった。 OK、 いけいけいけ。なんだよ。ああ、そこにもいたのか。
やべえ、俺死にかけてる。ちょっとこ、タレット二段構えというこの罠というかね、まあそりゃそうだよな。もうだってほぼ終わりかけてるもんね、このゲーム。そりゃ厳重にもなるわな。よいしょ。あと一本横。嘘でしょ。嘘でしょ。待った。あれ、どうすればいいんだ。こうか。よし、焦った、マジで焦った。ちょっと待って、回復に戻らして。オッケー、よし、ドンパチやってんね、ありがたいね。タレット邪魔だな。あ、ここにもあるじゃん、これどうすっかな。ショットガンね、ぶっちゃけもはや使わないかなって気もしてんだけど、いっか、ショットガンにしとくか。一応お前生きてんじゃねえのか。あ、死体か。金庫か。であれば金庫破りをつけるか。これだな、ここを金庫破りにして、よし、もう最悪オートハッカー使ってもいいけどな。待って待って、やべ、やばい、早いぞ。よいしょ、危ねえ、焦った。うわー、いらないもんばっかり。マジか、せっかくハッキングしたのに。まあいいや、でもなんだよ。まあいいや、最悪ここにおびき出せば結構戦えるってことな。まずい、しまったー、やっちまったな。これまずいですね。警報止めるとこなかったっけ。警報止めるやつなかったかな。なんだ、なんかうるさいやつがいるぞ。あ、でもタレットがなんかやってくれてるかな。こっちも行かなきゃいけないよな。おお、いたのか。お、強い、ショットガンすげえ強くなってんじゃん。あ、これはいけるかも。至近さ、やっぱそうだよね、ショットガンだから至近距離でやるんだったら強いわな、そりゃ。オッケーオッケー。さて、あそこのあのカメラをハッキングしたいんだけど、いけるかどうか。よし、俺もう殺菌されまくってんな。よし、もう一回行こう。アトラスは寄生虫の遊戯。よし、行ったぞ。よし、オッケー、やっと行ったんだけどさ、これちょっと待って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 、やばいんすけど。
まずい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 。あった。焦ったー。助かった。ああ。宝の山。ありがたい。金庫かー。だ金庫の中にそんなキーアイテムがあるとも思えないんだよね。まあ、いいや。イブ注入器をもらったから結構ホクホクではある。ここはまだ行ってないね。うや、よし。凍らしてこの難易度。ちょっと待ってくれ。それは聞いてないぞ。いや、これ。やべえ、コース取り合ってるか、これ。大丈夫か。コース取り。いや、でもこれ横のパイプの数が、あと1個ないと絶対無理だよな。え？いや、無理じゃん。嘘でしょ？そんなことある？無理ってことある？は？ちょっと待ってくださいよ。もう、だったら使うわ。大丈夫か？ここ来れ！おう。彼女に朝落ちる！よし。うん。ショットガンいいんだけど、やっぱ。レンジの方が慣れてんな。で、ここに来た目的。全然ないね、その目的の物。参ったな。よいしょ。あれ。うまく通れねえ。あ、ログだ。1921ほう。1921使うときは来るのか。カメラがあったりするんじゃないの、ここてか。お前生きてんだろ。死んでるわ。珍しい。なんかない。なんもないか。カメラとかなんかあるか。あれ、せい。ここになんか怪しい部屋があるな。ライブサブジェクトコントロールルーム。お、なんかあるぞ。うるせえな。相変わらずうるせえ。なんかある。これでいいわ。残るは2つよ。ボディスーツとフェロモンを他の研究室から見つけ出しましょう。何してるの？招待状でも待ってるの？は？ちょ、お前マジでお前マジでムカつくんだけど。俺ばっかやってるからさ、お前何もしないからさ、やってケツ叩いてくるけど。これなんだ？関係ないのか？しょうがない。おう。めっちゃ人がいるんだけど。すっげえなんかいる。よし。ちょっと。おどき？ああ。危ねえ。で、
とりあえず霊中が嫌うものうるさい自由国そして自由な人ですもう邪魔てか写真撮っていこうと思ってたのにしまったな。じゃあ行ってないところに行けば目的のブーツは手に入る。こんなことになるとはな。うるさいな。何なんだよもういちいち。人の勝手だろうが。君には何も残っていない。いてつくような未来以外はな。うるせえな。こっちって言ってないよね。ダイヤが所有してからはここでは汚いゴーレムや人造人間を作って。マジか。あかねえ。くそ慌てちゃった。やっちまったな。めっちゃイブ無駄遣いしてる俺。ちょっと今のは痛いぞさすがに。あれいいカーブのやつがないんだけど。ないんだけど。あ、いや、あったあった。焦った。出て出て。ちょっと。あれ俺どっから来たっけ。まずい。俺がどっから来たか覚えてないんだけど。まずいな。助けて。嘘でしょ。コース取りミスった。最悪。これも無理だな。まずい。お助け。くそ、やっちまったな。回復に戻らして。やっぱその警報もうここまで来たらさ、金に物言わしたりクラフトに物言わしたりして、あれだな、オートハッカー作りまくった方がいいかもしんないな。助けて。いいか。まずい。いて。くそ、数が多い。ちょっとお前を使わせてもらうぞ。ありがたいけど、一旦お前ちょっと機能停止しとこう。下手にボットをハッキングしない方がいいかもね。ハッキングにミスってこんな感じで手間取っちゃうから。なんかすげえ音がしてんな。もう一丁行くか。こいつ絶対生きてんだろ。あれ死んでるわ。俺も嫌いだよ汚らしい奴らは。こっちなんかあるか。あ、私ならここから立ち去るわね。いっぱいなんかあるんだけど。ちょっと待って。あと必要なのはボディースーツね。そうですか。ちょっと視界が狭くなったのきついな。なんだなんだ。おお。うるせ。ちょっと脱出。俺がダーディーになったばっかりに追われてるってこと？
界が狭いな。ちょっとしかもこの周りが歪んでるのがきついぞこれ。なんとかならんか。ちょっと回復に戻らして。なんかいっぱいいるな。なんだよ。もう何何もうめんどくさい。よいしょ。来んなよ。よし。引っかかってる。バカめ。やられておけ。ボディースーツもこっちにあるって言ってたっけ。これボットか。なんかすっげえ音してる。ここはまだ行ってねえな。いや行ったか。ここで見つけたのか。うおおおいたのか。いやいや食らってる食らってる食らってますけど。ちょっとチャレンジしてみるか。やべえやべえやべえ、ちょっと待って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 、あれない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 ぞないぞ、あった。これかいくぐれる？こんなんいける？ちょ、いや、ね、あった、助かった。よし。よかったー。なんかもう一個あったよね。もうこれは一個使おう。くそ。使おう。視界が悪い。なんかあった。うるせえ。うるせえな。何の話だ。くそ、ビッグダディのブースはここに送ってもらいたいんだ。図書館なんかに送ってどうする。ライアンの雇うものにまともなやつなんかいやしないな。本線が懐かしいよ。へえ。散々な言われようだよライアン。なんか言う。なんで逃げてんのこいつ。お前なんで逃げてんの。で、あとスーツがどこにあるかだな。そうだ。その匂いが好きなようだった。あ、しまった。そして次はそうだった。新入りを募集する必要があった。ビッグダディになったらもう後戻りできないからね。だがライアンは心配するな。新入りを見つけるのは問題ないと言ってくれたよ。あの時のライアンはいいやつだった。はあ。おお。よく見るがいい。使うべきものだとない。あのドイツ女はただの亡霊だ。君がそれに気づくのも時間の問題だよ。何の話してんの。おおまずい。これ大丈夫かな。これいけるのかな。いけた。あ、ちょっと待って、焦ってる焦ってる、焦りすぎよ。こっちは何。おっと、見つけた。ボディースーツがあるわ。あれは何。予感を奪ったのはあんた。
なんかいっぱい来てんな。ビッグダディになれるわ。残るは一つ、リトルワンダー教育施設にあるフェロモンよ。へえ、フェロモン、リトルワンダー教育施設、どこ？ちょっと待って、マップがわからん。まずい。こっから来たかな。どうやらあの女の支柱にはまったようだ。は？君がぶちのめしたライアンの言うことに。うっさいなぁ、もうごちゃごちゃと。君は誰かに命令されないと歩くことすらできんとな。で、あっちか、リトルワンダーってあれだよね、多分これだな。ここに行きゃいいのか。おい、ちょっと待って、しまった、しまったしまった、島倉千代子、くそ、顔を出すのが早かったな。来てる。ただダーディーのスーツ着てるからあんまり食らってないね。これはありがたいな。とりあえず走り回ってりゃなんとかなりそうな気がする。てか今のうちに、早く止まって。ちょっと悪いね、先にハッキングさせてもらうよ。とりあえずあのフェロモンをどうこうしろってことでしょ。うん、分かった分かった、それはもう分かった、話はもう分かったから、ちょっと悪いけど先にハッキングさせてもらう。命の危険があるからね。 OK。なんかいっぱいいるな。お、どう行くかな。これか。なんで匂いがわかんだよ。あと2つね。私を本当に怒られてしまったな。君の息の根を止めてからあの女の隠れ家に行き、片っ端からぶち壊し、一人残らず殺してやる。それが君への最後の贈り物だ。ああ、そうですか。そりゃどうも。あと1個なんだけど、もしかしてこれ下か。下くせえな。どっから降りるんだこれ。下にいっぱいあるな。衛星は欲しい。しかし病原菌は嫌いだ。あれは人の間に入り込む。どこにある？サンプル。サンプルはどちらに？おお、いるな。私は医者だぞ。だからなんだ、お前が医者かどうかなんか俺には関係ないね。もう使おう、めんどくせえ、使っておこう。とりあえず片っ端から開けていくしかないか。おお、私の患者に近寄るんじゃない。しまった、フーディーになったのか。オッケー。心づもりはいい。出てる。試験場のリトルセンターへ通じる通風口に行くのよ。こっち？ラプチャーの支配者は私だ。アダムは私のものだ。そんなブリキを私が恐れるとでも思っているのか。うるせえ。
あれ、やばいな。ちょっと待って、やばいやばい。こっちに行きたい。まあ、今ね、ライアンがいなくなった今さ、確かにまあ、フォンテインが、ラプチャーの支配者っていうのは、まあ、それはそう、うん、あれ、これ無理じゃん。マジか。マジか、クソ。もういいや、使うか。もう一個あんな。チャレンジするか。まあフォンテインがラプチャの支配者っていうのはまあそうかもしれんけどさ、そうかもしれないよ確かに。ちょっとなんかさ、いけないパターンが多い気がするんだよね最近。あの、いけないってなんかひどくない？こっちじゃないのか。一回ここは出るのかな、じゃあ。どこだい？やべえ、どこかわからん。こっちか。どこ？いや、ちょっと待って、マジで場所がわからん。あ、っていうか、普通に、なんかいるな。なんかいらっしゃる。普通にあそこに行けばいいのか。あのフォンテインが逃げていったあそこに行けば。あの子たちは隠れているから呼びかけると中に入れてくれるはずよ。そういうこと。レンチで通風口を叩いてみて。出てきた。ついでにアダムも欲しいな。それからお願いがあるわ。あの子たちには優しくしてあげて。リトルシスターをよろしくね。え、嘘でしょ。そんなミッションが今から始まるってこと？うん、いや、まあそれはもういいよ。